ごじテレ中は今年で30周年を迎えるということで、はい、中テレではさまざまな特別企画をお送りしていきますが、はい、この天気予報のコーナーでは中テレアナウンサーがさまざまなことに挑戦しカレンダー写真にする題してごじテレカレンダー企画をお届けします。はい、はい、福島の人や観光名所、その魅力を写真で撮影してごじテレオリジナルカレンダーに仕上げていきますが、その記念すべき第1弾が、はい、私が担当しました。猪苗代町のスキー場を舞台にあることに挑戦してきました。お知らせの後どんな写真が撮れたのかお伝えします。お、光が、幻想的な光の世界です。今年2月、カレンダープロジェクト最初の舞台は猪苗代スキー場。カレンダー企画第1弾ということで猪苗代スキー場にやってきました。見てください、この絶景。今回プロジェクトを一緒に進める猪苗代スキー場の山田さん、長野で育ったので、はい、スキーはねちょっと自信あるんですけど雪国長野県育ちの私が挑戦するのは、昔の写真、雪も降って、うん、松明滑走日和のことになっております。松明滑走、そうですね、松明滑走で、どういうことですか。松明滑走とは松明を持ったスキーヤーたちが夜のゲレンデを一列になって滑走する人気のアトラクションです。野尻さんにはちょっと今日、松明滑走の、先頭を体験していただきたいと思いまして、先頭、はい、めちゃくちゃ重要じゃないですか今日多分50人からもう少しぐらい多いかなとは思うんですけど、ね、ちょっと今から猛特訓ですね、はい、心を一つに走りたいと思いますので甘噛みした心を、しっかりスピードをコントロールして、滑れるように、まあ、防御ですハの字で、はい、できるような練習でですね、はい、安定したスピードをできるように、まあ、少し練習をしていて、はい、あー気持ちいい。綺麗な列を作るためのポイントはスキーの板をハの字にし一定のスピードを保つこと。うまいですね。ありがとうございますどうですか私の滑りは。いや、良かったと思います。しっかり重心も、はい、バランスよく中心に乗れているので、はい、続いてはカメラを松明に見立て本番同様ストックなしで滑る練習です。あ、高い。松明の光の列をダイナミックにするためスキー場を広く使って滑ります。私東京オリンピックで聖火ランナーを務めさせてもらったことが一生の思い出になってるんですけど、今回は私の宝物あれ持っていきたいと思います。すごい、山田さん、はい、松明滑走にぴったりなもの持ってきました。はい、まあ、こちらちょっとゲレンデでは、ね、危ないので、はいはい、こちらしっかり安全確認できているこちらの LED でお願いいたします本日は。これで滑るんですか。はい、あ、結構現実的というか、はい、安全大事ですもんね。はい、まもなく松明滑走が始まります。そして今日は皆さんたくさんの方々が集まってくださいました。ありがとうございます。 Are you ready?それでは皆さんよろしくお願いします。いきます、スタートします。あ、始まった。動き出してる。曲がります。
さんが綺麗な列になって、ね、流れるような動きで、はい、一つになったなって感じました。そして滑り終えた私たちを待っていたのは、すごいですね、寒さと感動で涙が、すごい、家族だったりお友達と思い出をですね、うん、作っていただいて、また来たくなるようなですね、うん、スキー場に越していきたいなと。よろしくお願いします。大成功で、はい、大成功いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。どんな写真が撮れたのか、この後大公開です。もうすでにすごい完成した写真がこちらです。加藤さんどうですか。いや、あの本当に幻想的ですし、うん、赤い光がなんだか心まで温かくなるんですが、うん、野尻さんの表情ちょっと緊張されてましたか。あ、そうなんです。あの集中して先頭なのでね、とっても緊張してるんですけれども、うん、内心本当に感動して、うん、一面の星空、そして夜景の光、さらに皆さんのトーチの灯り、もう本当に脳裏にバチッと焼き付いてます。いや、もういろんな光が一度に楽しめるんですね。これって一般の方も参加はできるんですか。そうなんです。スキー場の方とかその日に居合わせた方も一緒になって、うん、でも一つになることができて、このね、雪景色の真っ白の滑走路だからこそ、この松明の明かりも映えて本当に感動的でした。これ できてよかったなと思います。うん、そしてこれからのカレンダー企画も楽しみですね。そうなんです。これが第1弾なんですけれども、今年の秋に向けて県内の絶景を取りだめていきますので、どんなカレンダーに仕上がるのか皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。はい、私はまだ何に挑戦するか分かっていないので、はい、今からドキドキです。さあ、ゴジテレカレンダー企画をお届けしました。以上、天気予報でした。チャレンジ、挑戦していく、ハート、心を込めて、ユニーク、独自の目線で県民の皆さんとつながる番組であるために、ゴジテレ中